でも全員今日会われへんメンバーはもう渡せないですね。もう全部渡しちゃったし、なんか賞味期限も多分今日か明日って皆さんが教えてくださって。チロスどうやった？え、美味しかった普通に。うん、かのんちゃんには本当に肉渡したん？せやで、ほんまに肉渡した。ふーちゃん天才って言って食べてくれたから嬉しい、嬉しかったかのんちゃんからは何もなかったの？なかったよ。なんかさ、みんな作らんかな、他ホワイトデーとか。帰ってきますかね、ちゃんと。帰ってこないに一票。余らんかった。うん、余るかなと思ったんですけど、スタッフさんに渡したりしてたら余らなかったです。ホワイトデーには何か起きるのかな、開けてないけど星が良すぎるよね。バレンタインデーの次のイベントは何かな？何やろう？舞浜のライブ？あ、握手会か。そうやな、23日。ひな祭り。サーティワンがピンクデイするって言ってたよ。2月29かな。なんかピンクデイって言ってピンクのものを身につけていくと一個もらえるらしい。うん、まあ多分行かへんねんけど29日は。うん、バレンタインデーキース、バレンタインデーキース。シャラララ素敵にキース、シャラララ次は何作るん？分からん。ひな祭りやから白玉団子作ろうかな、自分に。自分で食べるように。団子好きやから、みたらしじゃなくて白玉団子作ってなんかしようかな。自炊してるの最近全然してなくて、それちょっとやばいです。きなこだね。そう、きなこ、きなこ。伊達メガネ、伊達メガネ、これ置いてた、ずっと椅子の上に。
冷蔵庫に食材あるん？ないない、何もない、買いに行かなあかんなって思ってるだけうん、今日は何食べた？今日はチョコ今日はみんなからもらったチョコ、あとサラダ食べました。サラダを食べた、サラダサラダサラダ、チョコまみれか、せやで、チョコまみれ、バレンタインはゼロカロリーって、そうバレンタインはゼロカロリー、ゼロカロリー。みんな明日岡山来てくれるかな、明日行くね、倉敷を待ってます、行きます、お、こんばんは、明日も行くよ、はみやみそう、仕事マジ朝起きれたら行きます どこでもどうぞあれば、岡山で観光してますね、泣き、え？倉敷です、おきぽと、そう、こないだおきちゃんに投げられました、なんかね、リハーサル終わってこう目が合ったんですよ、フーがぼーっとこうやって立ってたんですよ、リハーサル終わって楽屋で、あーって立ってたらこうやってついて見てきて、ん？って思ってたら、あー出してフーに近づいてきて、ふうのここをこうやって持ってこうやってガシって掴んで、うわーって回されました、ふう抱きかかえられたの、って言って回ってました、ミニゴーランド急にそう、うわーバーって投げられて、ひーって飛んでいきました、私はこの間そんなことがありました、 その日は 3,4 回投げられました、なんでやろう、そきちゃんはちょっと 変なんですよ、でなんかふーさんは投げてもいいことが判明したのでってどういうことだそう急に投げたくなったらしいです、ふうさんを飛ばしたくなりましたって言われました、飛ばされました、見事に、うわーってしかも効果音つきから、うわーって言ってますから、うん、おもろいです、そう、いいサイズって言われます、そういうおきちゃんと明日は2人でラジオです楽しみです、そう、そんなおきちゃんとぜひ倉敷読んで、シャインマスカット食べたい、たい、あ、くまさん、お城、熊城が建設されました、くまさん、お城ありがとうございます、やったー
ありがとうございます。お城、お城、ありがとうございます。やったぜ、ありがとう、よみ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 ありがとうございます。うん、嬉しい。お城や、うん、今日の髪型って前から決めてた。うん、なんかココアと伊勢美線にあって、ココアが「同じのしようよ」って言われて「いいよ」って言って2人で決めました。なんかこんぐらいの長さってさ、外羽か、あんまアレンジできやんから、そうアレンジしようって言ってした。センキュー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 。またしてくれる？いや当分しやんかな当分しやん、うん、握手会とかで、ああ確かに握手会にやったことないかも。普通にあんまり、うん、ないわ多分。ないですね。やろう、やろうかね今度。スティックレメンス、うー、握手会開催されるのだろうかね。ほんまやな、コロナちゃんみんなと全然会ってないです。皆さん ね、会いたいけど、会いたい、そうかと思いました。なんか今歌い出したい気分なんですよねどんな気分やねんって感じなんですけど、なんか歌い出したい気持ちです。48さんの曲、何がいいですかね。夏曲がいいマジ夏曲、夏曲好きよ。でも風も STM も夏曲欲しいな。口打ちのチョコレート、チョコ通信してディープなキスをするように、うん、夏祭り、夏祭りといえば君がいた夏は
ですか。遠い。ずんとかたんとかたんとかたんとかずんとかたんとかたんとかたんとか。これさ、なんかあれのイメージある。ソーエトベリーさん、なんかさ、太鼓の達人。太鼓の達人でさ、なんかめちゃくちゃ上手な人いますよね。太鼓の達人の鬼で、鬼レベルでこれをやるとめっちゃ難しい。ダダ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 じゃんだんだんだん。そう。シークレットベース。君がいた夏。好きな卒業ソングは旅立ちの日にでしょ。48でですか。48やったら何やろ。桜のしおりとか。桜の花びらたちも好き。春のそよ風がどこからか吹き。なんかマジスカ見たくなる。うん。ふーちゃんスカジャニエソ。嘘。フーでもヤンキー役似合うと思う。どういうセリフがあるやん。ヨルジさんなんてキャラ名か。確かに。首首で。関西弁。確かに関西弁で喋ったらさ、怖い。関西弁怖いみたいなイメージありますよね、結構。うん、めっちゃもうこってこてのきつい方やったらあれなんかな、怖いんかな。いてこましたろか我みたいな。あれほんま調子のとったら引きずり回したぞ。奥歯ガタガタ言わしたのか。まあみたいな。奥歯ガタガタ言わんよな。なあ。道頓堀に沈めたのか。怖いな。
大阪のたこ焼きって辛いの？なんでや。全然辛くない。なん銀だこはカリって感じやけど、わなかとか道頓堀の方のたこ焼きは結構なんかふわっとしてて、なんか柔らかい、ふわとろって感じ。あ、そう、銀だこはそう、揚げてるって感じ。たこちゃんってお店美味しいらしい。たこ焼きは好き、めっちゃ美味しいし簡単に食べれるから。ふーちゃん餃子好き。好み焼きは普通。何の感情も抱いてないかな。ラーメンは好きです。もんじゃ食べたことありますよ。なんかな、ひなちゃんとゆみりんとスカイツリーの上の方のお店で食べました、一回。なんかその時はスカイツリーに登ろうとしてやめたんですよね、高くて値段が。なんか知らんくて、そんなに高い、値段が高いって。でなんか景色見たいみたいになって、ふーは、別にいいかなって思って、あ、大丈夫かもみたいになって、やめてもんじゃ食べようって言ってもんじゃ食べた、結局ね。そうやね、景色は結構でもみんな好きなんですよ。なんかふーさ、かなんか夜のさ、スカイツリーから見た景色はさ綺麗やろなって思うけど、昼はあんまり興味がないかも。ロマンチストなん、ふー多分めっちゃロマンチストなんですよ。でもそう、イルミネーションとかめっちゃ好きやし、うん、お花畑とか行きたい。あの紫の花、何でしたっけ、ラベンダー、そうラベンダー畑に行きたくて。そうめっちゃ行きたいんですよ、春。ラベンダーって春かな。チューリップ畑も行きたいし、いろいろ行きたいとこ多いです。うん、なんか白くて細い花が好きです。なんていう名前やったか忘れちゃった、ちっちゃいお花。かすみ草かな、ちゃう、かすみ草かも。すみれじゃない、ちっちゃいお花、白爪草ちゃう、白爪草って何。わからんくなってきた。タンポポも好き。でもラベンダーが好きやな、結構。うん、かすみ草好き。夜景は
夜景？夜景ってあんま見たことないかも。ラベンダーめっちゃ好きですよ。匂いも好き。オーロラ見てみたい。え、行きたい。なんか海外に景色見に行きたいって感じ。うん。香り、そう。桜あれもしたい。お花見もしたい。桜。花見したいよ。桜の木には毛虫がつきやすい。毛虫に刺されたことあります。幼稚園の時に毛虫が降ってきたんですよ、上から。そう、降ってきて、なあ払ったら刺されて、その瞬間になんか見えないトゲみたいなので多分刺されてて、めっちゃすごいブツブツというか体中がそう、めっちゃ痒かった。やばかったです。湿疹みたいな。ジンマシン。椅子に座ろうとしたらキムシいたの。無理すぎる。そんなんもう、それ当分ベンチ座られへんわ。そんなんあったら絶対嫌ですね。無理。それが電車の椅子なのです。誰置いた人。最低やん、そんな。そんなことある？電車の椅子に。え、最低やん。最悪、それは。やられたって感じですね。怖っ。めっちゃ怖いやん。電車の中でセミ持ってる人。ああ、でもフン結構ちっちゃい時セミとかダンゴムシとか集めてた。集めてたって言ったらちょっとあれなんですけど、ダンゴムシ大量にこうやって捕まえて、わーってよくやってました。セミもめっちゃ抜け殻とか。何のためにそれな。めっちゃ嫌なやつですよね、ただただ。食べちゃダメ、食べちゃダメです。エビシテさん、花粉症。でもなんか最近あんまり、去年がやばかってんけど、今年はまだあんまり感じてない。いや、めっちゃ目腫れるんですよね、なんか最近二重の。今日めっちゃあんまり全然二重じゃないし、こっちこの間はめっ
っちゃ二重やったし、なんかよく分からへんそう、変なおめめちゃんです。うん、まあ、でもあんまりこだわりがないので、何でもいいですけど。マスク、まつげ素敵。そう、今日まつげ赤いんですよ。見えますか？あ、ちょっとあんま見えない。また写真送ります。最近ハマってて、なんか撮影でこの間ピンクのマスカラを借りて、ピンク、赤ピンク、ストロベリーピンクみたいなやつで、どれ？これなんですけど、フーミーっていうとこ、めっちゃ可愛い。こういう色なんですけど、これを千穂ちゃんとかにもおすすめしてます。最近流行ってるって言ってたメイクさんが。これが可愛くて好きです。いただいたの、いや、おすすめされて買いました。自分で探して、その日、撮影の日に買ったんですよ。もう、そう、買いに行った、ロフトに売ってます。今日メイクがいい感じです。どこの、これはフーミーですね。最近はこれを使ってます。赤リップは使ってる、使ってるよ赤リップ。お手頃ですか？うん、1500円ぐらい。そう、安いです。ふーちゃんのせやで。高いんでしょ。いや、1500円は安いと思う。だってさ、デパコスとかさ、メイクさんが使ってるやつさとか、マスカラ6000円とかすると思う。高い。ディオールとか、そういうイヴ・サンローランとか、そういうのをメイクさんは使ってるから、だから借ります自分ではそんなん買われへんから。そう、ハイブランドだと違う。え、なんかぶっちゃけさ、ふーさ、お肌はハイブランドというか、そのディオールとか、みんな結構メンバーさん皆さん多分そういうの使ってるんですけど、ファンデーションとかもはお肌に直接当てるからいいやつの方がいいと思うけど、なんかマスカラとかアイシャドウとかは、アイシャドウはちょっとあれやけど、マスカラとかはフーは分からへんねんな。あんまり高くても安くても。でも今日メイクさんに借りたマスカラ、うん、なくなったから、あの黒いやつ。そう、かわちい、ありがとうふ僕は君の香りに、そう、この間新しい匂いを買ったんですよはい、新しいやつ買いました。いっぱいあるんですけど、今結構香水です。なんか香水っぽくないんですよね。でも結構香水苦手っていう方多くて、多いなっていう印象なんですよ、風の中で。だからなんか自分の好きな香りで香水つけるの？つけますね。最近はエステに入る前とかは全く香りとかは全然知らなかったんですけど、
最近すっごい好きな香水に出会ってうわーと思って、そう握手会とかでつけようと思って、だから早く握手したいんですよそう、それをつけようと思って、次の握手会から新しいやつを。この間は、この間まではあのクロエっていうところの香水を使ってたんですけど、それもまだあるんですけど、もうそれより好きな香水に出会って、そうなんか早くつけたいんですよ。甘い系、あでもちょっと甘いかも。なんか握手はあんまりお直しする時間とかがないから、香水の方が匂いが持つ。ハンドクリームをつけてる。ハンドクリームはなんかもらい物です。自分で買ったのはつけてないかも。うん、ハンドクリームって買わへんねんな、あんまり。なーちゃんランバン、そう私もランバンです。新しいやつめっちゃいい匂いやねん。みんなに早く匂わせてあげたい、というか匂ってほしい、みんなに。めっちゃいいんですよ。前はランバンのなんかメリーユー、マリーユー、結婚してくださいっていう意味の香水を使ってたんですけど、最近買ったのは何やったっけな、マイプリンセスかなっていう、ちょっと甘い女の子らしい感じのやつを買いました。そうマリーユー使ってて、その後クロエ買って、今はランバンのマイプリンセスっていう。匂いくださいって言えばいいの。あ、匂いあげますって言おう。じゃあ匂い、え、ほんまにいい匂いなんですよ。もうめっちゃ好きな匂いで、でも好きじゃなかったらごめんなさいって感じなんですけど、え、なんか最近さ、なんかミルキーさんとかこじはるさんとか見てて、よくさ、なんかすごい女子力が上がった気がして、見てるだけで高めてます。最近めっちゃ女子力高くなりたくて、頑張ろうって思って、そうなんか細かいこともやし、なんか気づける人になりたいと思って、細かいことにも、だから頑張ろうと思って。なんかあんな大人の人かっこいいなって思います。うん、自立してますよね、めっちゃ。ふう、全然自立してないからさ、ほんまに憧れますね、めちゃくちゃ。そう、すごい。女子力、そう料理とかはほんまに頑張ろうと思う。料理はなんか普通に健康のためにやろうって感じです。生きてるだけで頑張って、え、それはそうです。なんか生きてるだけで偉いのはある、ぶっちゃけ。ウーバーイーツ広島始めます。そうなんですよ、もうなんか終わったなってちょっと思います。逆にやばいですよね、やばいです、これはやばい。 Uber Eats 広島始まったわ、やばい
ほんまに。だって外に出なくなってしまう私が。いやでもなんか配送料が高いからちょっと考えて使おうと思うけど、ほんまにやばい、最高。だってめっちゃ嬉しい。自宅だと怖くない？あー、なんか前に置いといてほしいですよね。あ、でもお金払わなあかんのかな。ペイペイで払えるかな。ペイペイで払いたいな。ペイペイで払えるんやったら家の前に置いといてほしい。なんか会いたくないですね、あんまり。めっちゃ苦手なんですよ。うん、こう配達員の人と話すのとか。3秒くらいよ、あの。え、そうやけど、なんか嫌なんですよ。わざわざそれのために服を着ないといけないじゃないですか。そう、そうなんですよ。ちょっと服着て、あ、でも時と場合によります。うん、そうそう。どういうことね。ね。明日映画見てきます。いいな。ふうも見たいです。映画。映画みたい。インターホン押されたらドアにかけといてくださいって言ったらいける。めっちゃ偉い、それ。そうしよう、ふうも。ふうちゃんどんな映画好きなんですか？ふうはなんかホラーサスペンスみたいなのが好き。あれ面白かった、22年目の告白、私が殺人犯ですっていうやつ。この間 Hulu で見ました。面白かったです。うん、そう、藤原竜也さん面白い。そう、そういうのが好き。基本ミステリー好きです。おたこい見てないの？なんかおたこいさ、めっちゃ調べとってレビューとか。そしたらなんか原作好きは微妙みたいなの書いてて、ちょっと迷ってます、どうしようって。と思って。漫画めっちゃ好きなんですよ、おたこいの。推しぶどう見てる、推しぶどう見てる。スマホ落としただけなのにはめっちゃこそ、え、見る見る、スマホ落としただけなのには好き。ウォーターボーイズ懐かしい。なんかさ、夏休みになるとさ、ウォーターボーイズめっちゃやってません？4時ぐらいから、4時とか3時とか、なんかあれ、あれかどっちかがやってる。バスケのやつ、何やったっけ、題名忘れちゃった。半径1メートル以内には近づかないから、
あ、そう、ブザービート忘れてた。ブザービートかウォーターボーイズがやってるイメージ。だからもう会わないで言わないで、もう会わないで言わないで。じゃん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 、走るヤマピーからのチューです。そこはその後キャー、あのシーンが一番好きです、やっぱり。めっちゃ覚えてる、うん、めっちゃ覚えてる。ちっちゃいながらにいいと思ってた。好きやってたからみんなで見たりしてたよ。黒子のバスケ好き、一部と全部がいいですね。わかる。僕らは向かう、うん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 、なんかさ急にさ昔のっていうかちょっと前のドラマとか見たくなりません？なんか私が恋愛できない理由とか好きでした。ディアシスターも好きやし、あ、ヒーローはめっちゃ好き。あるよあるよ、メイちゃんのいつ大好き。そう、アイルの空ね、知ってる。めっちゃ好きです。踊る大捜査線、うん、いいね。レインボーブリッジは風車できません。女子はショコラティエが、失恋ショコラティエ大好き。失恋ショコラティエの舞台になったって言われてた、舞台というかチョコレートをデザインしたっていう、チョコレート屋さん行ったことあります。そう、めっちゃ可愛いさやこさん。もうさやこさんはもうほんまにやばい、やばいです。さやこさん見てたらキュンキュン、めっちゃ可愛い。可愛いよなさやこさんって、あんなあざとく生きられへんわ。約束のネバーランド本当見てほしい。見てます読んでたし見てたし、生きてほしい。あざとく、さやこさんってほんまに可愛い、めっちゃ好きです。可愛いですよね。医療系とかはそんなに見ない？見ないですね、医療系ほとんど見ないです。念仏は見てる、トロちゃん出てるから、トロブさんが出てるから全部見てる。かっこいい、トロブさん。ルーキーズも見てるよ。見てるよ、じゃあ見てたよ。
田中みな実さんも好きですか？好きです。宇垣美里さんも好きです。なんか自分と全然違う人を好きになるかも。なんか全然違う感じじゃないですか。憧れみたいな意味もあるのかもしれへんけど、そう、かっこいい人が好きなんですよ。かっこいい女性、なんか将来大人になった時に自立してる感じの女の人が好きです。西尾七瀬さんはもう昔からずっと大好きで、顔面もやし、なんか田中みな実さんすごい自分の武器というかをめっちゃ分かってて。なんかそういう人がしっかりしてるっていうか、すごいしっかりしてるっておかしいな、なんていうんですかね、めっちゃ頭いいじゃないですか。頭いい人に憧れます。うん、めっちゃ多分賢いですよね、ああいう人って。かっこいいなって思います。同世代だと誰がすごいと思う？誰やろ。難しいな。誰ですかね。同世代。アイドルで？誰やろ。ヨダちゃんは世代違うんか。ヨダさん同い年なんです。ヨダ同い年です。山下美月さんとか、広瀬すずさん、すずちゃん2個上かな。そう、与田さん同い年なんですけど、同い年に見えないです。そう、坂口渚さんも倉野なるみさんも同い年です。2000年生まれって結構おるんかな。そう思ったら浜辺美波さんも同い年ですね。依田さんといつかお話しできるように頑張ります。なあ、ゆいゆいさんは1個下かな多分。ズッキーさんは分からへん、何歳なんやろ。写真集買うの、買いますよ、もちろん。楽しみ。
そう。わあ、いつか会いたいです、依田さんに。おきちゃんがふーちゃんのチョコ紹介してた。え、嬉しい。嬉しいぜ。なんと話しかける。なんやろ。かわいいです。かわいいです。え、なんやろな、確かに。いや、固まるよ、多分。いてこますぞってやばすぎ、めっちゃやばいやつみたいになりますよね。急にやばすぎ、やば人認定されますね。お、もう50分、早っ。今日始めたの遅いからか。そっか、うん、明日は朝早くないの？早くはない、遅くもない。普通です。うん、早く皆さんに会いたいです、とっても。反射するかな、反射する。そう、メガネ、メガネ、メガネ。そうそうそう。オキスト。メガネ。メガネかけなきゃ。じゃあ。いつかね。なんか、お、こんなのが出てきました。プリクラ。携帯に挟まってた。うちほのプリクラだよ。最近はこんなに大きいのが出てくるんですよ。びっくりです。なんかプリクラってすごいですよね。これ一番目小さい加工にしたんですよ。逆に大きすぎてやばーと なりまして、なんか真っ黒黒すぎて宇宙人みたいになっちゃったんですよ。だからすごい、たまにはいいですよね。なんか女子高生って感じでした。女子高生じゃないんですけど、なんか千穂ちゃんが JK って感じなんで、すごい。だからフーチホグラビア好評だったね。嘘、嬉しい。
良かったですか？皆さん見てくれましたか？ボムさん嬉しい。またフーチホでもソロでもグラビアできるように頑張るので、お、うん、よろしくお願いします。頑張ろう、いてー、なんか頑張ろうって思うことが増えたというか、そうなんです。最近はちょっと悔しいこともあって、うんって感じなんですけど、でも頑張ろうって思いました。まだちょっと何が悔しかったかはちょっと言えないんですけど、まだ。でも嬉しいこともあったんですそう、嬉しいこともあったから、うん、両方ある。なんかあれがめっちゃいい曲すぎて、 NGT さんのリカバで2位やったやつ、こんなに頑張るなってやつ。そう、今日は負けでもいい、それです。めっちゃいい、と思うぐらいいい曲でした。なんか研究生の曲とかっていい曲多いイメージなんですよね、めっちゃ。なんか太陽が坂道を登る頃とか NMB さんのめっちゃ好きやし、うん、なんかあれも好き、頑張れのやつ、さやかさんの、もうあれは最高です、ほんまに最高、大好きです。夢に、そう、54分、あ、じゃあそろそろランキングを読んでいきます。30位、マキさん、分かってはいるけどめっちゃ会いに行きたい、それな。29位、あつぽさん。28位、リネフー地方。721 あ、両方が1ってこと。27位、ヤギちゃん、ハッピーバレンタイン、早く婚姻ってるお話ししたいね。26位、トシキツアー福岡行くことにして、おー、めちゃくちゃ楽しいことになるのでおすすめです、ツアー福岡。25位、龍騎剣さん。24位、奥行きさん。23位、丸さん、丸22位、リッピッピー、バレンタインなので某チョコクッキー食べ過ぎた、オレオですか。21位、リリとルル、ふーちゃんチョコあげる、大好き、嬉しい、ありがとう、大好きだって。20位、平田く。19位、ただし。18位、田中ジョンさん。17位、ポリゴン、ふーちゃん推し。16位、タロスさん、早くふーちゃんに会いたいぞよぞよ、それは。16位までの皆さん、ありがとうございました。15位、ヨッシー、ふーちゃんに早く会いたい、嬉しいです。14位、テイピーさん、ありがとうございました。13位、まさし、ありがとうございました。12位、そうめん、バレンタインデーにふーちゃんを見えて幸せでした、ハッピーバレンタイン。11位、ゆきはや、ふーちゃん不足を解消したい、お、本当ですよ、え、ふーも皆さん不足です、マジで、いつになるやら。10位、セティーさん、ふーちゃんハーフチン、ユキです、ユキです2回ユキですって言ってる、ありがとうございます。9位、アキアキアキーさん、七沢部大使、ありがとう、
病室で歓喜してね、ありがとうございます。ゴールデンベッドタイム少ししかできなかったんですけど、公演終わりで対戦ありがとうございました。8位ドリンさん、マフィンいつかイベントで振る舞ってほしいな。お、バスチーとどっちがいいですか？バスチーもおすすめやで。7位ノリ、フーの従順なセレブとなりました。お、言ったな言ったな言ったからな圧力、圧をかけていくありがとうございます。6位カナリアさん、ありがとうございました。カナリアさんありがとう、 Thank you。 おお、5位、5位はアンドー、アンドーさんありがとうございました。アンドーさん Thank you ありがとうございました。よいしょ、4位です。4位はヨウヘイ、通称 Y、 Y さん、ヨウヘイありがとうございました。嬉しい、4位 Thank you。 うーん3位です。3位はブビンさん、ブビンさんありがとうございました。本日の3位はブビンさんでした、ありがとうございました。猫。2位です。2位はナオユ、久しぶりでした、一気に疲れが取れました、ありがとう、ありがとう、ゆゆゆ、こちらこそ。2位ゆゆゆ、ありがとうございました。そして本日の1位です。今日の1位はズルズルズルル、クマさん、くまさんありがとうございました。くまさん今日も公演見に来てくれてありがとうございます。くまさん、くま、くまフィンありがとうございました。お城もサンキュー、皆さん配信見てくれてありがとうございました。なんかいつもお話ししてる感じなんですけど楽しいです。なんかみんなと話す、会えへんからさ、その分こうゆっくり夜とかにお話できる時間が、ふうは好きです。うん、ということで今日はハッピーバレンタインでしたけどね、気持ちは届いてますかね。いつも皆さんのことがすごいすごい大好きなのでこれからもよろしくお願いします。ハッピーバレンタインです。皆さんも大好きな人には大好きって伝えるんですよ、しっかり、うん、ではまた明日。